遠藤周作は日本の小説家。12歳の時カトリック教会で受選。評論から小説に転じ第3の新人に数えられた。その後、海と毒薬でキリスト教作家としての地位を確立。日本の精神風土とキリスト教の祖国をテーマに、神の観念や罪の意識、人種問題を扱って高い評価を受けた。ユーモア小説や、 コリアンシリーズなどの軽妙なエッセイでも人気があった。日本ペンクラブ会長、日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章、映画沈黙、サイレンスマイナスの原作者、父親の仕事の都合で幼少時代を満州で過ごした。帰国後の12歳の時に、おばの影響でカトリック、宿川協会で洗礼を受けた。 1941年上智大学予科入学、在学中道人雑誌、上智第一号に評論、刑事上的神、宗教的神を発表した。その後、慶応義塾大学文学部仏文化に入学。慶大卒業後は、1950年にフランスのリヨンへ留学。帰国後は批評家として活動するが、1955年、半ばに発表した小説、白い人が、 芥川賞を受賞し、小説家として、脚光を浴びた。第三の新人の一人。キリスト教を主題にした作品を多く執筆し、代表作に、海と、毒薬、沈黙、侍、深い川などがある。1960年代初頭に大病を患い、その療養のため、町田市玉川学園に転居してからは、コリアン三人の号を名乗り、 グータラを軸にしたユーモアに富むエッセイも多く手がけた。無類のいたずら好きとしても知られ、全員素人による劇団、キザや、素人囲碁集団、宇宙企員など、作家活動以外のユニークな活動を行う一方で、数々の大病の体験をもとにした、心温かな病院を願うキャンペーンや日本、キリスト教芸術センターを立ち上げるなどの社会的な活動も数多くいった。 沈黙をはじめとする多くの作品は、欧米で翻訳され高い評価を受けた。クレアム・グリーンの熱烈な支持が知られ、ノーベル文学賞候補と目されたが、沈黙のテーマ、結論が、選考委員の一部に嫌われ、スキャンダルが、ポルノ扱いされたことが、ダメ押しとなり、受賞を逃したと言われる。コリアン先生などと称される愉快で、商船人的な世間一般の持つ印象とは異なり、 実物の遠藤修作は、おしゃれで、そう身長くすらりとした体つきの作家であり、合法来楽開放的な態度で一般とも、接するのを常としていた。1923年3月27日、東京府北豊島郡西菅母町に、第三銀行に勤めていた、銀行員、遠藤恒久と東京音楽学,学校バイオリン科の、学生、カオルの次男として生まれた。父、恒久は、 東京帝国大学留化法科在学中の1920年に、幾と知り合い、翌1921年に結婚。同年に、長男の翔介、その2年後に、次男の修作が誕生した。かつて、鳥取県東白郡、浅津村下浅津にあった遠藤家は、江戸時代に、鳥取の池田家に御転移として使え、維新後道地に移り住んだ、開業医だった。 明治後期から終戦後まで当地で異業に当たったのは、遠藤河津さんで、花見村長は谷は出張診療所も設け繁盛した。しかし、河津さんには子供がなかったため、鳥取州生まれの常久を養子に迎えた。父、常久は後に安田工業の社長などを歴任する、実業家となる。軽井沢の泉の里に持っていた別荘から白水、工事という筆名を編み出し、 キリシタン大名大友宗麟という作品を残している。母、カオルは現在の岡山県笠岡市出身で岡山県の土豪竹糸を塩祖に持つ。後に修作はこの塩祖の地に地の故郷と題した石碑を混流している。1926年、常久の転勤で一家は満州関東集大連に移る。1929年に遠藤は 大連市大広場小学校に入学。この頃、幾が指先を血まみれにしながら、バイオリンを練習する姿や、万人のお手伝いさんに優しくする姿を見て、敬意を抱く一方、常久からは、勉強がよくできる翔介と比較して説教されることが、多く、強烈な劣等性意識を抱いた。小学校4年の時に、作文、土壌が、大連新聞に載る。 1932年前後に、常久に愛人ができてから、両親の仲が微妙になり始め、遠藤は暗い少年時代を送った。翌1933年、遠藤が10歳の時に、両親は離婚した。ただし、正式な競技離婚届を提出したのは1937年で、その直後に常久は香はを常久の父、遠藤河津さんの幼女として迎え入れている。 その数ヶ月後に常久は16歳下の女性と再婚した。遠藤は薫に連れられて帰国し、おばの家で同居生活を始めた。同年8月に兵庫県神戸市の六甲小学校に転入。この頃からおばの影響で西宮市にあるカトリック、宿川教会聖テレジア大聖堂に一家で通い始めるようになった。 カトリックの公共料理を学び始めるようになると、一家は教会に近い池のあぜに転居した。1935年、遠藤は私立名田中学校に入学。宝塚市にある小林精神女子学院で音楽教師として務め始めた幾がそこの大聖堂で5月29日に洗礼を受け、6月23日には兄弟揃ってカトリック、 宿川教会聖徒レジア大聖堂で洗礼を受けた。幾の洗礼名はマリア、修作の洗礼名はパウロ。章介の勉強指導の成果もあり、なだ中入学当初は優秀生徒のクラスに入ったが、映画教、読書教、ジョーク好きなど様々な要因により、徐々に成績が低下、卒業前には成績最下位のクラスに在籍していた。江戸時代の国慶本を好み、 特に実編者19の東海道中膝りげに熱中し、やじきたに憧れ、自分も彼のような人物になりたいと考えていた。1939年に、一家は西宮市二川月見か丘に転居した。この時すでに、翔介は四を治で第一高等学校に合格し、寮生活を始めている。この頃、幾は宗教的、精神的支柱になった。 ドイツ人宣教師ペトロ・ヘルツォークと出会い、新居に併設した音楽レッスン場を聖書講話やミサの場として開放するようになる。遠藤は1939年に小助の影響もあり、4を治むで参考を受験するがえなく失敗している。1940年、再び参考を受験するが失敗、広島校も失敗。このため、 阿川広之等の広高出身者に対しては尊敬の念を抱いていたらしい。遠藤は同年に183名中141番の成績で名田中学校を卒業し、浪人生活に入った。なお、同年、翔介が一校を卒業し、東京帝国大学法学部に入学。翔介は幾の帰国から数年遅れて帰国した、常久の セ田ガヤ共同の家に身を寄せている。1941年に再び、広島校などを受験して失敗。同年4月に上智大学予科校類に入学するが、翌1942年2月9日に退学している。同年、何和校と姫路校と高南校を受け、すべて失敗している。この頃に早をやみ、拡血している。 遠藤はルにこれ以上の経済的負担をかけることを恐れ、1942年に東京帝大を卒業し定新賞へ入賞した翔介の仲介で常久の家に移った。常久が出した同居の条件は旧正高校か医学部予科のどちらかに入学することだった。しかし、遠藤は東京外国語学校、日本医科大学予科、 東京時計会医科大学予科、日本大学医学部予科に不合格となり、慶応義塾大学医学部予科には、自信がなかったため、常久に告げず同大の文学部予科を受験、補欠合格。翌1943年4月に、慶応義塾大学文学部予科に入学する。医学部予科を受験したものと思っていた常久は、真相を知らされ激怒、遠藤を感動した。 生活基盤を失った遠藤は、友人の都光松尾宅に居候し、家庭教師などのアルバイトで生活費を稼ぐことになった。間もなく、吉光義彦が社官を務めるカトリックの学生寮を白鳩寮に入寮した。学生寮での生活は、遠藤にとって初めての開けた世界だった。吉光の影響で、ジャック・マリタン、寮内でできた友人。 松井慶君の影響でリルケなどを読みふけった。また、吉光の紹介で、亀井翔一郎、堀達夫などと知り合うことになった。堀達夫との出会いは、一つの転機となり、自他共に認める、劣等性だった遠藤は猛烈な勢いで読書を、はじめ、人よにして勉強化とかした。第二次世界大戦の日本の戦局の悪化に伴い、徐々に、余下での授業は少なくなり、その期間、 川崎の勤労動員の工場などで働くことを余儀なくされた。寮内での影響を多大に受けたフランス志向にさらに拍車をかけたのが下北沢で偶然購入した佐藤作のフランス文学素描で1945年4月に慶應義塾大学文学部仏文化に進学した。この頃、選局の悪化は日本国内にも大きな被害を与えるようになっていた。 後の大作家、遠藤修作を生み出す土台となった白鳩寮は東京大空襲で消失した。なお、遠藤は徴兵検査では第一をつ種だったが、六幕園などで入隊期間が大幅にずれ、入隊直前に終戦を迎えた。終戦後は大学に戻り、ジョルジュ・ベルナノス、フランソワ・モーリアックなどのフランスのカトリック文学に傾倒した。 大学の一年先輩の安岡翔太郎との知遇も得た。1946年になり、遠藤が慶応義塾大学文学部仏文化に入学したのを知った常久は態度を軟化させ感動を撤回した。学生寮から焼け出されて再び生活基盤を失っていた遠藤はこの誘いを受けて常久の家に戻った。1947年12月、 初めて書いた評論、神々と神とが、人材清に認められて、角川書店の式第5号に掲載され、批評家としてデビューした。その後、佐藤作の推挙で評論、カトリック作家の問題を、三田文学上で発表したのをきっかけに、佐藤作の推挙で、三田文学、人材清の推挙で、講演などで評論を多数発表している。 1948年末もしくは1949年初頭には、正式に、三田文学同人となり、柴田蓮三郎、原田美樹、丸岡明、山本健吉、堀田義江との知遇を得ている。1948年に、慶応義塾大学文学部仏文化を卒業。卒業論文は、ネオトミズムにおける指論。小畜大船撮影所の助監督試験を受けたが、 えなくいように終わっているその後、佐藤作の紹介で、鎌倉文庫の食卓として働き始め、また、ペトロ・ヘルツオーク神父が主催する雑誌、カトリック・ダイジェストの編集作業に、章介、カオルと共に携わっている。同年、評論活動とこれらの仕事の合間に、小林精神女子学院のシスターから依頼を受けて、初の儀曲、サウラを書き上げている。 1950年6月4日、遠藤はフランスのカトリック文学をさらに学ぶため、戦後初のフランスへの留学生として通した。フランス戦マルセイエズ号で横浜港を出港し、7月5日にマルセイエに着く。新学期までルーアンの建築家ロビン抜けに滞在し、9月にリヨン大学に入学した。留学時代には勉強の合間に通常の評論活動に加え、 フランスでの見聞などをエッセイや小説風のルポルタージュにまとめた。それらは大久保フサオの行為で群像、そしてカトリックダイジェスト誌などで発表された。1951年夏にはフランソワ・モーリアックのテレーズ・デスケルーの舞台になったフランス南西ブランド地方を徒歩旅行するなどし、フランスでの生活を満喫したが、翌1952年初夏に、 肺結核を起こし、吐血。6月から8月まで、コンブルーの国際学生療養所に入所する。退所後に、パリに移ったものの12月に、再び肺結核が悪化し、ジュルダン病院に入院した。病状の悪化で、フランスでの生活に目切りをつけ、リヨン大学の博士論文の作成を断念する。翌1953年1月に、日本船赤木丸で、 帰国の途に着いた。翌月に、日本記。帰国後、遠藤は、起業家、岡田幸三郎の長女、慶応義塾大学文学部仏文化に在籍していた、岡田純子と交際を始めた。体調は相変わらず、優れなかったが、7月に留学時代のエッセイをまとめた、フランスの大学生を、早川書房から、書女出版し、批評家の道をゆっくりながら踏み出した。 12月に敬愛する母が脳一血で急死する悲劇に見舞われた。1954年4月から文化学院の講師を務めた。安岡翔太郎の紹介で谷田翔平と共に構想の会に参加し、小島忍近藤慶太郎、翔野純造、新道澄高、三浦守門、吉幸淳之助らとの知遇を得た。遠藤はこの年から本格的に作家として、 活動を始める。奥野竹雄の依頼で現代評論に相関号から参加するなど駆け出しとしては上々と思われた。1954年末に執筆した初の小説アデンまでは仲間内で高い評価を受けた。続いて執筆した小説白い人は翌1955年7月に一足飛びに第33回芥川賞を受賞した。 同年9月、岡田純子と2年半の交際を実らせ、結婚した。交際当初、岡田の父、岡田光三郎は、分子不税、肺に病気を抱えているなどの理由でこれを認めなかったが、遠藤修作の文章を早い時期から評価し、なおかつ、岡田家ともつながりがあったフランス文学者、小林氏が説得に当たったという。結婚後は、一時期父の家に、純子夫人が、 家入りする形で同居したが、間もなく世田谷松原に転居した。1956年6月、長男の龍之介が誕生しささやかにも、家庭を築き始めると、遠藤の父に対する敵は、本格的なものになっていった。芥川賞を受賞し、作家としては、順風満帆な駆け出しかと思えたが、当時の生活は決して楽なものではなかったという。 1956年から上智大学文学部の講師を務めた。1957年、九州大学生大解剖事件を主題にした小説、海と毒薬を発表し、小説家としての地位を確立した。海と毒薬は、翌1958年4月に文芸春秋心社から出版され、12月に第5回新潮社文学賞。 第12回毎日出版文化賞を受賞した。9月末にアジアアフリカ作家会議に出席するため、伊藤誠、加藤周一、野間博士らと共に、私そ。10月にソ連の他市県討での会議に参加した後、モスクワを回り、12月に帰国した。同1958年、第6次三田文学に編集委員として参加。他の委員は、堀田義恵、梅田春夫、 安岡翔太郎、白井浩二、柴田蓮三郎、庄司総一。1959年11月にはマルキドサドの勉強、さらに理解を深めるために純子夫人を同伴してフランスに旅行した。遠藤はこの時にマルキドサドの研究家、ジルベール・レリー、ピエール・クロソースキーとの地具を得た。その後、イギリス、スペイン、イタリア、ギリシャからエルサレムを回り、 翌1960年1月に帰国した。帰国後に体調を崩し、4月に肺結核が再発した。東京大学伝染病研究所病院に入院し、治療を試みたが、なかなか回復せず、年末に慶応義塾大学病院に転院した。翌1961年に3度にわたり肺の手術を行った。危険度が高い3度目の手術の前日とある。 見舞客が持ってきた紙でできた踏み絵を見たという。一時は帰国状態までに陥ったが、奇跡的に回復した。翌1962年5月に、ようやく退院することになった。1966年には代表作、沈黙を発表している。同作で、第2回、谷崎潤一郎賞を受賞する。同年に第7次三田文学で編集長となる。 1973年、司会のほとり発表。1973年、教伝、イエスの生涯発表。1978年、教伝、キリストの誕生を発表する。第30回読売文学賞を受賞する。1979年、マリー・アントワネットの生涯発表。1980年、侍で第33回、ノマ文芸賞を受賞する。 1980年代から武功屋はオベースにした小説反逆を読売新聞に連載同じく小説決戦の時を山陽新聞などに連載同じく小説男の一生日本経済新聞に連載したこの3作品は遠藤周作の戦国三部作と呼ばれる1993年深い川発表この小説は冒頭から シンクロニシティを扱っている。なお、シンクロニシティについては、1992年8月、朝日新聞に連載していた、追出、万華鏡の人生の偶然において、FDP とのシンクロニシティを絶賛し、それにより、同所がベストセラーに踊り出るということが起きている。1993年5月に、腹膜透析の手術を行った。 一時は、既得状態までに陥ったが、奇跡的に回復する。最初はなかなか苦痛に耐えられず、愚痴や泣き言を繰り返していたが、自分と予部の境遇を重ね合わせ、予部期の評論を書くと決心してからは、それがなくなった。1995年、深い川を原作として、インドの母なるタイがガンジスを舞台に、愛と悪と魂の救済がテーマとする映画が、公開される。 撮影にあたり、インド政府の協力により、日本映画初のインドでの長期ロケーションが実現している。1996年4月、腎臓病治療のため、慶応義塾大学病院に入院、同年9月に脳出血。同月28日には昼食を喉に詰まらせ、肺に誤炎し呼吸停止に陥った。それはすぐに取り除かれたが、そこから病原菌が広がり、 肺炎を併発した。それは肺を片方しか持たない人間には致命的な事態だった。翌9月29日午後6時36分、肺炎による呼吸不全で同病院で死去した。73歳だった。絶筆は三た文学1996年科記号に掲載された佐藤作の追悼文だった。予武の評論を書く希望はついに叶えられなかった。 スポーツ新聞は遠藤の死をコリアン先生行くという見出しで報じた。葬儀は麹町の聖グな中央教会で行われた。教会は人で溢れ、行列は麹町通りにまで達した。生前の本人の意思で沈黙と深い川の2冊が棺の中に入れられた。カトリック府中墓地に埋葬された。2015年12月に イグナ中央教会の地下の骨堂に移された。その後遺族や信仰のあった関係者により文学館の建設構想が進められ、2000年5月に沈黙の舞台となった長崎県にしそのぎ外目町に外目町立、遠藤周作文学館が開館した。キリスト教は遠藤文学の最大のテーマであり、新学者ではなく、 進学教育は受けていないにもかかわらず、また、必ずしも正当とは言い難い思想もあるにもかかわらず、日本のキリスト教分野を代表する人物とされている。小説以外の形式でも、私のイエス、私にとって神とはなどを発表しており、キリスト教関係者の間でも、しばしば賛否両論含めた論評の対象になる。日本人とキリスト教の矛盾言動は、 家がカトリックであり、旧正中学時代にカトリックの洗礼を受けている。さらに1950年からフランス留学をしている。この留学の時に感じ、そして遠藤の人生最大のテーマとなった葛藤が日本人でありながらキリスト教徒である矛盾であった。遠藤は後年自分の信仰に関する施策をダブダブの洋服を和服に仕立て直す作業と表現している。 このテーマは最後まで貫かれており、晩年の深い川へもつながっていく。キリスト教の持つ救済の力、キリスト教の持つ最大の救いの能力は、聖書に描かれるゴルゴダを登るキリストであるとしている。罪人として、拷問の末汚れにまみれ、自分を貼り付ける十字架を背負い、しかも囚人から激しい罵声を浴びつけられる姿が、歴史上最も惨めな。 しかし美しい人間であるとしている。誰にも認められず、汚く惨めな自分を、どこまでも無限に傍らにいて見守る人、それがキリストであるとしている。この特徴的なキリスト教解釈は、高い評価とともに、異端であるともみなされることもある。キリシタン時代遠藤は、戦国時代から江戸時代にかけての、いわゆるキリシタン時代に強い関心を持ち、小説、教伝などの、 数多くの作品を残している。ジョセフ・キャラや小西幸長など、実在の人物を下敷きにした作品も多い。沈黙、侍などは日本にやってきた、宣教師をモチーフに描かれている。宣教師たちが長年の努力でいくらかの信者を集めたにもかかわらず、彼らは、社会が変わればあるいは空気が変わるだけで全く、簡単に帰京してしまう。このことがなぜなのか キリスト教社会にとっては決定的に理解しがたい日本人像であった。キリスト教の原理を理解し守っていた日本人信者は実は現世や来世で単に幸せになりたいだけであり、キリスト教にとっての神の教えの間の尊さは関係がなかったのである。教義を理解していても真の信仰はなかったのである。日本人は結局個人もしくは集団として現世。 来世に不利益と思えば思想そのものを大きく変更しても構わない。この原理は日本人にとりあらゆる哲学や宗教原理よりも強いことが生々しく描かれる。そして信者や宣教師は日本社会そのものに気境に追い詰められたり死に追いやられたり堕落に追いやられてしまう。遠藤はキリシタン時代に関心を持つ理由として自らが戦争時代に 適正宗教を信じる者として差別を受けた経験があったからとしている。海と毒薬において現世利益的な日本人像は海と毒薬で人体実験をする医師、看護師たちとして描かれている。これらに関わっている人間は両親の過酌を感じながらも誰でもあるような人生の移り変わりのたまたまのタイミングで人体実験への参加を呼びかけられ、 強い反発もせずに万全と関わってしまう。このことも結局キリスト教のような倫理的性質を持つ行動原理が日本人には存在せず、集団心理で平凡な人格の持ち主たちがなんと、くに非道に転んでしまうことを主張している。深い川において日本人とキリスト教の矛盾に苦しんでいた遠藤は晩年の作品、深い川において日本人の持つべきキリスト教像、 反世界的なキリスト教像を提示している。遠藤は元代からキリスト教のみを史上の宗教とする排他的な思想の持ち主ではなかった。西洋のキリスト教が唱えてきたキリスト教を唯一の正しい宗教であるとする考えとの乖離はキリスト教信徒である遠藤にとって大きな矛盾となっていたのである。そんな遠藤にとって衝撃を与えたのは イギリスの宗教哲学者、ジョン・ヒックの宗教多言論であった。あらゆる諸宗教を等しく価値あるものとみなす、この思想は、遠藤が苦しんでいた矛盾を解決する光となった。遠藤が興味を惹かれていたインドを舞台にして、新たなキリスト教像を提示した、この作品は大きな反響を巻き起こした。熊井景監督によって映画化され、また、歌手の宇多田ヒカルは、 この作品に影響を受け、ディープ・リバーという楽曲を発表している。幼少時に抱いたエディプス・コンプレックスは後年まで後を引き、様々な作品に影響を与えた。母は東京音楽学校バイオリン化に行ったこともあり、芸術に対しても自分に対しても厳しい人だった。父とは異なるタイプの厳格さを持ち、子供たちを叱ることこそしなかったが、ただ一つ、それは、 法理ではないという言葉を子供たちにかけた。それは子供心に非常に答える言葉だったが、不思議と素直にそれを受け入れることができた。子供たちは母を慕った。父が母を捨てたことをどうしても許せず、死に目に会えなかった母に対する食材の意識と、純子夫人と結婚し一時を設け家庭を築き、その大事さを実感したことが相まって、別居後は父を激しく敵視。 像を押した。父との和解を進めた純子夫人を、両親の揃った家にぬくぬくと育った、お前に、俺の苦しみなんて分かってたまるかと切り捨て、兄が休止した時には、俺は孤児になった、孤児になったと嘆き、悲しんだ。九百七十七年、兄が休止した後、母と同じ墓に入りたいという兄の生前の希望を、叶えるため、母の墓を掘り起こし、 火葬場で遺体を焼いて、お骨にし、骨壷に入れた。兄の墓ができるまでの猶予期間、遠藤修作はその骨壷を預かることになり、その骨壷を音楽会に持ち込み、母と音楽会を楽しんだ。子供の頃に母に連れられて行ったヤッシャハイフェッツの来日公演の記憶は鮮明に残っていた。実際には喧嘩をすることも多かったが、長い年月をかけて、 母の記憶は美化、純化されていた。父の晩年には、親父も孤独な奴だということが分かったよ。自分の女房と息子たちの子供時代の話ができないのは辛いだろうな、と、その意識を軟化させ、入院中の父を見舞うようになった。しかし、義母に対しては、親父をおじいちゃんと呼んでもいいけれど、二度目の母のことをおばあちゃんと呼ぶな、と、純子夫人と息子、 龍之介に強制し、義母を、親父の神さんと呼び続けた。1980年代半ばから始めた、心温かな医療運動は、自らの大病歴から生まれたものでもあったが、それを提唱する直接のきっかけとなったのは、お手伝いさんの死だった。20代半ばのお手伝いさんが、骨髄癌で亡くなった。医者から1ヶ月の命と宣告され、お手伝いさんが入院した時、 遠藤自身も、蓄能の手術の後で、上学癌の疑いがあるということで、検査のため同じ病院に入院していた。不確定な死の影に怯える男が、確実に死ぬとわかっている彼女のためにできることは、彼女に嘘をついて励ますこととせめて、安楽に死なせてやってほしいと交渉することだけだった。自らも、彼女の苦しみを少しでも和らげるためならと禁煙を決意、実行した。 彼女の死後、自らの上顎癌の疑いが晴れた後、延命治療の方法論や医者の無神経から発する行為に疑問を抱き、それらは是正すべきものであるという心はたたかな医療運動を展開した。現在、その活動は確かに引き継がれ、根を張り始めている。1963年に、駒場から町田市玉川学園に転居した頃から、画号を、うん国ひとしコリアン参人とする。 コリアンとは、コリアンンワが関西弁で、コリアン緩和の意味の洒落であるのよう指すものと認識されているが、随筆の中でカキオに移る前の東京都渋谷区の住まいを初めてコリアンと称したとしており、カキオのコリアンは新しいコリアンであるとしている。また、滋賀県の懇意にしていた料亭を、コリアンを琵琶湖にかけてもじって、水見里庵と命名している。純文学作家。 遠藤は、カトリックと日本人との関わりを歴史的経緯の中で追求していく、洋学生時代の恩師や先輩から勧められたことを、小説家としての出発点とし、かつ、ライフワークとして取り組んだ。一方、近現な宗教分野のテーマを追求する、純文学作家としての姿を自ら離れ、いわゆるぐうたら者を中心とした、新編雑記等を書き連ねる。 随筆作家としての自身が想像した別のキャラクターがコリアン三人ということになった。ただしいずれの分野の作品もすべて公式には遠藤修作著で統一されているので作品中で自称しているだけのユーモアである。親友の北森ラと共にユーモア文学ないしユーモア作品と呼ばれる数々の随筆群を発表しこの分野の騎手と目されブームを築いたこと。 また TV の CM にコリアン先生遠藤修作としてたびたび登場した経緯から世間一般に周知されることとなった。したがって遠藤の純文学作品が取り上げられるときに限ってはコリアン三人やコリアン先生という呼称は用いられることはない。文学以外の分野では素人劇団、キザや音痴しか入団できない合唱団、 ポールパパス、素人囲碁集団、宇宙基因を組織したりと活動は多岐にわたった。桜もも子は、遠藤周作と対談した際、どんな真面目な内容か緊張していたが、年齢を10歳偽るなど最初から最後まで、つかみどころのないジョークで翻弄されてしまい、最後に渡された、僕の電話番号に、翌日電話するように言われて約束通り、電話したところ、それは、 東京ガスの営業所の番号であったというエピソードをエッセイで語っている。なお、遠藤は中間小説の分野ではユーモア、ナンセンスもの以外にホラー、サスペンスも得意とした。専門のエンターテインメント作家のものに比べるといずれも異色であり、うち2作が映画化されるなど人気も高い。これは純文学作家。 遠藤周作ともコリアン先生とも異なる第三の顔とみなすこともできる。遠藤はヨーロッパで触れたキリスト教が不正原理を強調するあまり日本人の冷静に合わないと不満を持ち、キリスト教を日本の精神的風土に根付かせようと試みた。遠藤自身はそれを日本人としてキリスト教神徒であることがダブダブの西洋の洋服を着せられたように気苦しく。 それを体に合うように調達することが自分の生涯の課題であったと語っている。晩年には、ジョン・ヒックの提唱する宗教多元主義と出会って影響を受け、深い川の登場人物であるオーツを通して、神は愛、命のぬくもり、もしくはトマトでも玉ねぎと呼んでもいいと言っている。このため、エンドに対するカトリック教会での評価は賛否が大きく分かれることとなった。 遠藤と共にフランスで学んだ井上洋次神父は遠藤修作氏の著作司会のほとりとイエスの生涯はそのイエス像に賛成すると稲とに関わらず初めて深く日本の精神的風土にキリスト教がっちりと噛み合った作品だと言えるでしょうと高く評価している。またカトリック新聞にも遠藤がキリスト教を広めたという評価する記事が掲載された。 サレジオ会のアロイジオ・デルコル神父は九百七十八年十二月二十四日のクリスマスのテレビ番組でキリストは奇跡をしたと言われるが実際は無力で何の奇跡もしなかったのであるという自説をイエスの生涯、キリストの誕生、沈黙等で書いたと遠藤が語ったことに対し遠藤氏の文学はキリスト教や聖書をテーマにしたにしても不況にとって大きなマイナスであり 特に非キリスト者にとっては、歪められたキリスト教を紹介したに過ぎないと評している。遠藤が、踏み絵のキリストの顔が、早く、踏むがいい。それでいいのだ。私が存在するのは、お前たちの弱さのために、あるのだと言っている気がしたとカトリック新聞1972年1月23日付の記事に書いたことに対し、フェデリコ・バルバロ神父は、反論を書いている。 炎道士の場合、自分や肉身の命を救わんがために、踏み絵に足を乗せた人々に向かって、キリストだったら何を言うであろうかと、死自身キリストに代わって答えたつもりであろう。炎道士は自分の肩には重すぎる2を背負ったのではあるまいか。その2は死のみならず誰にとっても重すぎるに違いない。キリストは、 人間世界の現実と人間の考え方や生き方について大抵の場合、思いもよらない、時には人をぎょっとさせ、不安に陥れるような霊国とも思われる回答を提出している。本当のことを言えば我々には決してキリストを理解しきることはできないはずである。それはキリストの叫びの次元が我々のとは違うからである。キリストは人間の目と同時に 神の目を人間の心と同時に神の心を持っていた。従って遠藤氏の言うキリストは彼自身の次元にとどまるキリストに過ぎないという強い印象を私は受けている。しかしながら遠藤は初期の留学経験などから西欧との深い溝、そして日本人と半信論の酒がたい結合を意識しキリスト教という宗教を文化背景に持たない。 日本において救い主キリストが日本人にどのように提示されうるかという問題意識を持つに至った。この認識、そして第二公会議におけるすべての民族の独自性は伝統文化に照らし合わせ適用され受け入れられるという宣言を考慮することなしに沈黙から侍に至る彼の母性的な同伴者イエスのビジョンを理解することが難しいということを 上に引用された批判は図らずも明らかにしているのである。単調公演読協調、便宜上、タイトルは英語に統一。当然ながら国ごとにタイトルは違うはず。2010年4月25日、未完成の中編小説が書かれたノートが、長崎市の遠藤修作文学館で発見されたことが報じられた。2020年2月、長崎市、 遠藤修作文学館で未発表の完成した小説影に対してが発見された。1963年3月より後、40歳以降に執筆されたと推測される自伝的作品。短編作品数兵を併録し、同年10月に新調者から単行本化された。ありがとうございます。